に使うウェブカメラを買ってきました。これですね、Amazon で6000円くらいだったかな、売っててフル HD にも対応してるらしいので、ちょっとこいつを使って試してみたいと思います。まあ、買った理由というか、買った理由は今まで使ってたカメラこれなんですけど、これ200万画素しかなくって、ちょっと写りも悪くて、オートフォーカスとかもなかったので、これですね、フル HD で、オートフォーカスにも対応してるらしいので、これをちょっと今回使ってみてテストしてみようかなと思います。まあ最近はちょっとビデオ会議とか多いんで、いろいろ多いのでちょっと試してみます。とりあえず今ウェブカメラをパソコンに接続して、Windows 標準のカメラで、録画してる状態です。撮影してる状態です。画面が今右にあるんですけど、すごく映りがいいというか、これでね会議できるなら全然いいのかなって気がします。ただ Zoom とかが、Zoom が確かフル HD には対応してないはずなので、実際はもうちょっとウェブ会議をするときは画質が落ちるんでしょうけど、これ普通の撮影でも全然使えそうな感じですね。でちなみに今回ウェブカメラのマイクを使って、ウェブカメラのマイク機能を使って収録してます。さっきちょっと聞いてみたんですけど、マイクも結構いい感じで、音拾っているので、一人で何かやる分には全然いいのかなって気がします。機能は全然本当にそうね、こうやってやってもちょっと近づくとオートフォーカスはそんなすぐには反応しないのかな。でも十分明るさもあるし、このぐらいの距離ならオートフォーカス全然動いてると思うので、なんか全然映りはいいかなっていう気がします。こんだけ撮れるならね、全然いいと思います。でラジオの方にも、ちょっとですね、いろいろありまして、ちょっとわけのわからない2人から嫌がらせというか誹謗中傷の対応でちょっと止まっていたネットラジオの方もまた再開していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。